日夜奮闘を続けます候補者、訪問件数は1万1000件、街頭宣伝は380回を超えました。世直しの祭りの主役、岡本和也県議候補です。皆さんおはようございます。岡本和也です。いよいよ今日から始まります。今日は平日ということで、何かとお忙しい場合にもかかわりもせず、こんな大勢の皆様方に励ましのためにお集まりをいただきました。まず最初に心より厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。またご近所の皆さん方にも、4月7日が投票日になりますけれども、その間ずっとお騒がせし、ご迷惑をおかけすることと思います。この場で大変恐縮いたしますけれども、お詫びを申し上げたいと思います。皆さん、私岡本和也は4年前に私の力不足から田頭さんから引き継いだ議席を失ってしまいました。この間、私の力をなんとかまた県政の場で出したい、なんとか働いていきたい、そういう思いで過ごしてまいりました。この間、さまざまな地域を回り、さまざまな人たちからお話を伺ってきました。四万十市の置かれている状況は本当に深刻です。先ほど大西さんからもお話がありましたように、中山間に行きますと、人が住まなくなった家、作らなくなった畑や田んぼ、整備が進んでいない職人、町の中でも商店街での人の歩きはまばらです。もう商売を続けることができない、こんな方がいっぱいおります。シャッター通りは確実に増えています。また年金暮らしの方にお話を伺いますと、年金の受給は毎年のように減らされ、その減らされた年金から社会保険の保険料だけはしっかりと天引きをされ、それが毎年のように増やされる。これではなかなか暮らしにくい、今の政治を変えてほしい、切実に訴えられます。誰が作ったんですか、こんな政治。これまでの自民党政権の中で、大企業や大金持ちやアメリカの軍需産業ばっかり大切にして、地方を切り捨て、高齢者をいじめてきた、若い人たちがこの地域に住みにくくなった、こんな政治を作ってきたのが自民党政治です。こんな政治を改めて元気で、そして未来に希望の持てるような政治を、こんな地域を作っていかなければならないと私は強く思っているところです。元気な地域を作っていくためには、まずは働く場所が大切だと思っています。観光振興や企業立地や地域に密着した公共事業の発注は非常に大切ですけれども、その上に私はこの四万十市いっぱい魅力的なものがあります。農業や林業や水産業など、こんな振興をしっかりと進めていかなければなりません。地域では地域を元気にしたいということで、若い人たちをはじめいろんな人たちが頑張っておられますから、こんな人をしっかりと目を向ける、そんな県政を私は目指してまいります。皆さん、元気な地域を作っていくためにも、先ほど大西さんの方からありましたけれども、消費税増税や国庫、今高すぎる国庫の問題がクローズアップされています。こんな値上げは絶対に許してはなりません。ますますこの四万十市が寂れてしまいます。消費税増税は、消費税はそもそもこの間、社会保障を充実するためだと言ってきました。とんでもないです。この間集められました消費税額の8割が、大企業大金持ちをより一層裕福にするための財源に使われてきたんです。社会保障だなんていうのは真っ赤な嘘です。こんな消費税に、こんな政治に怒りの声を上げましょう。消費税は、増税はまだ正式には決まっていません。10月予定です。国
今度の選挙で消費税増税は嫌だといういろんな人の声を私岡本和也に集めて私が勝利することができれば必ず消費税増税を止めることにつながると私は確信をいたしております。皆さん消費税絶対に止めましょう。私は5期市議会議員を1期県議会議員を務めさせていただきました。この間培ってきたさまざまな経験を生かして元気でそして未来に希望の持てるそんな四万十市をそんな高知県を目指してまいります。私は現職の4年間議会のたびにしっかりと発言してきました。今後もその立場で臨んでまいります。どうか皆様方の最後までのご声援よろしくお願い申し上げます。こんなことを4月の6日投票日の前日まで声の限り訴えて必ず当選目指して頑張ってまいりますので、本日お集まりの皆様方とのますますの支援の輪を広めていただくことをお願い申し上げまして、私岡本和也の決意のご挨拶にさせていただきます。本日誠にありがとうございました。